どうなってる？全然夏休みじゃない。なんかこの話毎回してる。まあいっか。なんかうん、わからんよなそれ。ここちゃん、あれレッサーちゃん、レッサーちゃんっていうな、レッサーパンダのぬいぐるみ。私のぬいぐるみやったんやけど、ポコちゃんが欲しいって言うからあげた。なら尻尾持ってぶん回すねん。えぐない？うちの子猛獣なんやけど。でも可愛いで。ポコーポコーポコー、ほら、おいで、こっちおいで、おいで、かわいい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 、もうずっとポコちゃん映しとこう。かわいい、音がしたそうです。顎かわいい、なんやねんって思ってるやろあんた。かわいい、かわいすぎ。ペルちゃんぺったんこになってる。ほら見て、溶けた。やっぱり異常気象やから犬も溶けるよな。かわいいな犬。溶けるよね。そうだね。もうカバも溶ける時代だもんね。そら溶けるよ。だってもう温暖化じゃなくて沸騰化やもん。そらそうよな。犬も溶けるわ。ポコちゃんはね、今わからん、2、3、4歳。2から4歳なんか誕生日覚えてても何歳か忘れよくない。私が小5の春多いやから多分12歳、12の1年やから、ほぼ11からやから、12、13、14、4歳、4歳くらい。なんかカバン溶けたのニュースなんてなかったっけ。先代のワンコちゃんが亡くなって耐えきれんかって1ヶ月経つ前に買った。
無理やろ。でもな、地震とか考えたらなんかあんま変われへんよな。でまだポコ1匹やったらいいけどさ、これでまたなんか違うフェレットとかさ買ったらさいいなと思うけど、しかもチンチラとかやったらさ寿命地味に長いからさいいやんって思うけど、寿命長いからといって避難とかができひんからわかんねんな。一人暮らしするってなったら絶対買えへん。買えてマリモ、マリモはいないかな、水系ちょっといいかな、なんかいいかな。チンチラかフェネック、フェレット、なんかニコールくない、フェレット買いたかった。めっちゃ可愛くない？超可愛いねんけど。でもなんかあのちっちゃいモモンガみたいなやつめっちゃ可愛い。あとテグーとかも可愛い。そういう系、地味にさハリネズミとか寿命短いねん。だから短いのはちょっと嫌やから、長いのがいい。だからフクロウかカメとかもいいけど、フクロウ飼育むずいからカメかな。カメいいよな、可愛くない？海連れて行きたい。絶対陸神やけど。あっち見たら髪の毛だけ映ってる、怖っ。そうよね、ネズミとかエサナもやばいよな。ウサギはむずいやん。なんかみんな飼ってるやん。みんなとでもないけどめっちゃ買うやん。今日諦めない。練習したら前髪なくなった。で直してから配信しようと思ったけど、もう別にええわと思ってこのまま。かわいい。パカー。邪魔やなって、かわいいなペロちゃん。はぁ、かわいい。まだかな。のんきに寝やがって毎日毎日、まあ可愛いからええよ。毎日毎日よ、おのれのんきに丸まって寝やがってよ。冬場の猫でもないのによ、お犬。ポコポコポコポちゃんポコ。なんで目しか見えひんねアホ。かわいいな。ちびワンワン太郎のすけ。かわいい。
地震やでポコちゃん、地震が来たでってなったら逃げるんやで絶対起きひんやろあんた、逃げなあかんやで。かわいいな、かわいすぎ、なんでこんなかわいい犬。かわいい、なんか伸びた、かわいい。最近前髪やるのめんどくさいから上上げてる、下ろしてんねんけどな、そう言っといて。ポコちゃん、うちおいでよ。もう固定のやつ変えなあかんな。何だっけこれ。もう大半終わってるやん。ここしかない。握手会終わったし。こっちがポニーテールやな。でこっちがツインオダムやろ。よう覚えてな。これでいいや。あ、映ってたポコ。なんかかりんとうみたい、かわいい。あんたやっぱり暑さで溶けたんじゃん。ちょっと注意もね、かわいいね、かわいい。ポコ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 、かわいすぎる。なんでこんなに可愛いんや。ポコちゃん、こっちおいでよ。もうそろそろちゃん、ランキング読もう。13位逃亡者 K さん、ありがとうございます。12位タカさん、ありがとうございます。11位プロジュさん、ありがとうございます。10位リュウさん、ありがとうございます。9位マキコさん、ありがとうございます。8位ナベちゃんさん、ありがとうございます。7位マチカネフキタルさん、ありがとうございます。6位セイくんさん、ありがとうございます。5位小さな恋のメロディーさん、ありがとうございます。4位オラオズさん、ありがとうございます。3位アラキンチョビさん、ありがとうございます。2位佐藤くんさん、ありがとうございます。1位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。さよなら。ポコポコちゃん、ポちゃんこっちおいでよ。なんでこっち来へんの。かわいい、さよなら。
かわいい。